はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年6月の20日12時33分になります。はい、まずですね、チューナレステレビのことについて今日はお話していきたいんですが、まず冒頭ですね、チューナレステレビご購入いただいた皆様ありがとうございます。予約販売ということで、6月末ぐらいに到着しますということでホームページには載せているんですが、もう少しちょっと遅くなっておりまして、今日出荷中国の港を出たという連絡がありましたので、まあ、そこから通関とかの手続きをしますので、まあ、これ仙台、ごめんなさい、そうですね、仙台ですね、仙台じゃないわ、仙台出てるんですけど、僕のところで使えるのはあと250台、今予約販売いただいている方にお送りして、残り250台がさらに売れるという状態なんですが、ちょっとね、遅くとも、まあ、予定通りというか7、6月末には届けることができるとは思ってるんですが、遅くても7月上旬までにはお手元に届きますので、大変お待たせしました、まあ、僕自身も自宅でですね、予約販売で1台買ってるんで、それがまだ届かずに待ってるという状況なんですが、間もなく届きます。で、残り250台ほどこれで、すぐに売れる状態になっておりますので、ぜひですね、今価格が 36,900円、税込みになります。36,900円で、送料を今別にさせていただいておりまして、本州の方は3,000円、本州以外の方が3,500円ということなので、本州の方は 39,900円、本州以外の方が4,400円ということになります。税金と送料別ということでなります。で、まあ、このね、チューナレステレビについては、これからどんどん普及していくと確信をしております。まあ、NHK が映らないテレビと、で、民放は今のところ映らないんですが、 TVer を使えばですね、民放の番組も見れるというものでございます。まあ、特にね、用途としたらスマホの画面ってすごく小さいですよね。で、これを大きな画面で見ることができると、まあ、子どもさんとかの目が悪くなる、近視になることを防止したりとか、当然スポーツ観戦ではこれは小さいと、大きな画面で見たいという方用にチューナレステレビ、NHK と契約しなくても良いというものになりますので、今のチューナー付きのテレビを捨てれば、そしてこのチューナレステレビに買い替えればですね、NHK との契約をしなくていいということになりますので、ぜひですね、チューナレステレビの方をですね、新しく3週間後ぐらいには届け方ができますので、この動画の概要欄にも貼っておきます。私のツイッターの固定画面にも入れてあるんですが、この NHK ぶっ壊すテレビの方ですね、ご購入いただきまして、私の活動の助けとしていただきたい、またNHK を復活するためには多くの方がこのチューナーレステレビに買い替えることによって、合法的に NHK の受信料の不払いができるということで、ご協力いただければと思います。以上です。 NHK をぶっ壊す。